2024年、10月27日、21時57分です。皆さんこんばんは、淡井圭介です。先ほど、まあ、動画でいろんなものを、スポーツ関係のものを、どれぐらい、ひどい内容なのかっていうものを、まあ、公開して、まあ、その件に関しては、もう多くの人で、対応しなかったら、ちょっと内容がむちゃくちゃすぎますので、まあ、大真面目に考えていただきたいのと、まあ、ちょっと面白い話が必要だからなのか、まあ、今回の選挙で、報道ステーションに関しては、いわゆる裏金議員と呼ばれてた人たちに関しては、裏っていう判断をされたんですよ。もうこれ、意図的に僕、もう笑おうと思って今、笑ったんです。笑って言ったんです。で、まあ、どこかでこう、面白いとかおかしいみたいな話がなかったら、もうちょっと持ちこたえれそうにないような状況で、で、そもそもこのコンピューターの今の Wi-Fi が行き届いてる世界で、その、国会議員の方たちとか、国連のその、理事会の方たちだとか、そういった議員さんの方たちでどうにかできるのかどうなのか、まあ、その辺のところも含めて、まあ、もう、台湾も国連レベルでしょうね。まあ、ちょっと、内容が、まあ、ひどすぎる内容ですんで、まあ、今日のホームページは、アキレス腱の履歴の一番の、プロ野球界へのメッセージのところの欄の、10分以下のところを見てもらったら、まあ、30分ほどお話ししている、その、横浜 DeNA さんとソフトバンクさんの試合に関して、まあ、どういうふうな状況だったのかっていうのを、見てもらったらね、ひたすら僕だけは頑張っていて、河川水門開閉式ダム発電とかも結局27年間作れなかったわけじゃないですか。スポーツ業界もお金を払ってくれてない状態がずっと続いてです。で、僕は頭の中を取られっぱなしで、さらに先ほどの選挙に関しても、NHK をつけた瞬間、頭が取られてたんですよ。で、まあ今、喋っていた時も頭が取られてたんですね。で、その行き先はもう全然わからないんですよ。さすがに、まあけど、時間軸を超えて聞こえてたみたいですからね。その、ソフトバンク、横浜 DeNA とソフトバンクの試合に関して第1戦目でベンチで国防さんが俺ら側とか俺たち側とか何か言ってたんですね。で、そこからもう物事が狂ってると思うんですね。で、その次の日の試合中に前日の、試合の VTR とか流れていて、そのソフトバンクの選手が映ってる時に、その未来、その次の日の2試合目の、言葉のワードを組み上げながら頭の中を供給してる淡井圭介の頭の中を、多分、行き先はそこになってると思うんですよ。で、だから、あとは特典の付け方として、まあ、その動画で言ってる内容とか、確認してもらったらわかります。その後試合が行われてますから。その30何分今日話していた内容、まあこれは昔から言ってる内容で、解説席の人たちもある程度それ言っています。だけどまあその辺のところに関して理解してる人とそうじゃない人によって、まあ、物事が分かれてくるかと思うんですけども、まあ、全マスコミの方たち、報道関係の人たち、一般の政治経済など、特にそのスポーツ界のそういうふうな出来事っていうことまで、理解していただかなかったら、ちょっとこの世の中、もう正直人間の手に負える段階をはるか前から超えていて、まあそれも少子化のひどい原因の一つになってると。で、まあ他の警察官の方たちにお伝えしたいことは、まあそういうふうな形で、だからまあ僕みたいに人間が意図的に起こしに来たり、こう嫌がらせをしに来るっていうパターンはまだたまにはあるわけであって、で、以前はそのことで怒ったりした時に、それ理由で精神病院に連れて行ったりしてしまってるわけじゃないですか。で、そこで、その怒りとかその感情的なところも、コンピューターの電波によってそれできるんですよ。
本来起こらないような内容とか、こう呪いとか、あと怒りみたいなものがね、来たりとかするときあるんですよ。で、その辺のところに関して、だから警察官も電波で操られてる可能性はあるんですよ。だから、その精神病院に連れて行きたい、めんどくさいだとか、そういったことですっきりしてしまう気持ちが、だからそういうふうなところをコンピューターに突かれてるような部分も一部あると思います。それプラス、もう何もかもがそのバレてしまったら、まあ、警察官の人たちも肩出しどころの話じゃないわけじゃないですか。で、単位はどういうふうな形になってるかって言ったら、もう行政っていう形になってしまってますから、で、裁判官の人たちも正直、お手上げっていうところがあると思うんです。ほとんどの人たちはその証拠を立証することができなくて、そのまま精神病院に連れて行かれてるわけですから。だからもう行政というものはこういうふうなことを昔からしてきていました。で、それに対して、電波を当てられてる人たちがいる。で、試合の勝ち負けとか、大真面目に取り組んでいて、だけどもこういうふうな、試合結果になってるだとか、そういうことも正々堂々とテレビとかで放送しなかったら、その元スポーツ選手とかが警察官してますだとか、建設業界してましたとか、けど本当はエネルギーの残存量問題が軸であって、もともとそれで第一次世界大戦、第二次世界大戦が始まっていて、戦争こそなくなってはないですけど、テレビではしょうもないフェイクニュース流しますよ。戦争のフェイクニュース、イスラエルだとかロシアとウクライナの戦争とか以前あったわけじゃないですか。放送がね、あんなことしてないですよ。で、何してたかって言ったら、ロシアはパリオリンピックに参加しないで、協力してくれたんですよ、僕からの要請に応じて。だけども、そういうことを今までの、国会議員の人たちがそういうふうな動きをしてきたのかどうか、一民間人である淡井圭介が言い出さなかったら、で、これはその例えば他国間の関係とかを考えたときに、言い出しにくい運動があると思います、事実、そういうふうなところで。だけど、まあ、そういうふうなところ、はっきりと、言える人間がせっかくいるわけですから。で、まあ、ほとんどの件は、結局僕を中心で物事が動いてる部分あるわけじゃないですか。スポーツの勝ち負けだけじゃなくてですよ。日本の為替相場だとか、いろんなことがですよ。円安にすごく傾斜していたのも、その裁判で、僕が提訴していた内容で、まあ、どうにかなりそうかなっていうところ込みで、為替相場が一時期円高に少し振れたんですよ。だけども、すぐ円安になって、それはアメリカが金利がどうこうみたいな話にしてますけども、金利に関しても、その国の国力っていうものがあって、本当に強いかどうかが見られるわけじゃないですか。そこに金利のパーセンテージがついてくるわけであって、結局、河川専門家、意識玉発電とか、いつまでたっても始まる気配がない、じゃあこうなりました。これがまあアメリカの立場だと思うんですよ、金利政策に関しても。だから、商法と、その商業原理と、その公務員の人たちとの、本当は、国連という単位がある以上、もう極端な言い方をしてしまえば、民間業者にはデフォルトはあっても、債務不履行はあったとしても、倒産はあったとしても、国はないという形にどうしてもなるんですよ。なあ、ジンバブエでいうと単位がドルだとか、オーストラリアとか、オーストラリアはオーストラリアドル、サウジアラビアはサウジアラビアドル、アラブ諸国連邦、UAE は UAE のドル。まあ、サウジアラビアと UAE さんに関しては固定相場制ですけども、だからまあ、その辺のところに関しては完全にアメリカドルになって、っていうことなんですかね。ちょっとまあその辺のところよくわからないんですけども、もうこの世の中、もうどこから本当に、対応しなければならないのかっていうところを、はっきりと僕の方で、対応の仕方が開示されてるわけですから、特にまあ議員さんを責めるわけでもないんですけども、これは民間の会社も協力しなきゃならない。いつまでたっても家の横とか通り過ぎるだけで、今まで済ませていただいた人たち、特に複数の人間で来て、えらいやへらい笑い話をしてる、特に僕より年配の人たちですね、スーツ着た。もうそれダメですよ。社会的地位が高い人ですから。その人たちが、そんなにものすごくいい加減で、責任感を持ってない。
早くお金を払わない、まあ、特にスポーツ業界だとか、一部の、ゲーム関係のところ、だからその辺のところに関しても、だからもうテレビ局なんかは本当は完全に横領体制になってしまってますし、僕の提案で作った番組に関してもそうだし、僕の提案で作ってもらったゲームなどの CM 料で、テレビ局、民間のテレビ局に関しては、まあ、売り上げが一部あるわけですから、それプラス、まあ、任天堂スイッチも僕からの提案で、作ってもらった本体です。だからその辺のところに関しては、まあ、マーケティング力だとか、僕の個人名が、政府上層部だとか、経団連の人たちとかである程度名前が通っていると、一般のその辺のただの生活保護者ではないっていうことは、分かりやすいことじゃないですか。で、海外 の, そのスポーツ業界とかも観客席にいる人も僕の声を聞いてるわけですから、心の声だとか、まあ、何にしてもですよ。で、その辺のところに関して結局販売力はあるといえばあるはずなんですよ。で、それを結局阪神・淡路大震災の、被災者である家屋が全壊した淡井圭介が財団法人みのりの校舎、神戸市が入ってるところです。で、そこの理事を務めているものが、株式会社神戸ワインで、そこからの、まあ、発注で人材派遣会社というような形だったんですが、まあ、まあ、結局しっかりと厚生年金とか入れてくれてなかったんですよ。だから僕の人生の中で、厚生年金しっかりかけれてたところって、ヒルトンで働いていた時の、まあ、ある一定の期間だけなんですよ。まあ、働いてたのは6月からなんですけども、厚生年金入れてもらったのは10月1日で、その会社間で、たらい回しになって、で、ヒルトンの方で手続きをしてくれて、まあ、ある程度日数がかかりますが、働き始めてから、っていう段階でしたので、でもう二十何万しかないんですよ、厚生年金の分。だから全然お金が足りてない状態です。で、まあ、年金一月の支給額は15万円のところに関しては、トータルで年金の掛け金が、2000万円ほど、かけてないと一月あたり15万円の支給までたどり着きません。だからまあ結局、こんなに重要なことが、本当に、ほぼほぼ、進んでいない状態が、続いていると。まあ、それとその点数の付け方とか、頭の中をその今搾取っていうことを考えて、今搾取されて、まあ、ちょっと頭の中は脳梗塞気味の方の搾取のされ方なんですけども、そういうふうなことをね、マスコミの人たちとかも、国会議員の人たちとか、点数の出方とか、どれだけ、めちゃくちゃかっていうことを、はっきりと理解していただきたいなと思います。なぜ阪神・淡路大震災の被災者、彼をここまで利用したんだっていうところで、話を持っていかなかったら、これはやっぱり貧困層の人間がずっと奴隷制度みたいな形になってるようにしか見えないですよ、客観的に見ると。で、僕ほどひどい目に遭ってるような人間はまずいないと思います。僕の場合は頑張れば頑張るほどひどい目に遭わされてると。で、そこには平等とかを考えて、法のもとに平等とかを考えて頑張っていたのに、家で寝転がったぐらいで恨めっていうような形なのか何なのか。だから電波で夜中とかごちゃ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 ずっと言われてる、睡眠薬を飲まなきゃ寝れない状態まで持っていかれてる、睡眠薬を飲まなくても一瞬こう 寝かけていたのに、ま、電波で起こされる、飲まざるを得なくなる、医療機関の金稼ぎにも見える、そこは税金が投入されている。だから政府全体の癒着、その差まで癒着だとか、その結果が以前のコロナウイルスだったわけで、そこもひどい癒着ですよ。生物兵器作ってたわけですか、死者出してますか。本当に僕もかかったからきつかったのを覚えてますし、だからそういう無茶苦茶なところの人減らしをすることによってエネルギーの消費量を減らそうっていう、その無茶苦茶な考え方
で、自分がじゃあ淘汰される側に回った時に、あなたそれでいいですかっていうことなんですよ。こんな世の中持たないですよ。建築業界なんか今高いビルずっと作り続けてますから。あれだけ作っちゃダメですよって、エレベーターのあるような建物を作っちゃダメですよって言ってる。人口は49年前から少子化が始まってるから、建物は小さくなっていかなきゃならない。だからエレベーター付きなんか作らなくていいんですよ。今時車椅子を押して、介護されてる人なんかまず見かけないでしょう。僕は住んでるところは基本的に平坦な道が多いですから、自分の親を車椅子に乗せて、もう歩けなくなった段階で本当は、病院だとか、そういうふうな形にはなるんですけども、それでも自分の親ですから、介護をしていてと。だけど平坦なところでも車椅子を押してる人なんかまず見かけません。その介護をしてる、その息子さん、娘さんだとか。ごくたまに数年に、1回ぐらい見るぐらいです。ちょっとそのスポーツ関係のところがどれぐらい、むちゃくちゃか、ちょっと皆さん見ていただけますか。なぜ私に非があるんだろうっていう形になります。だからそこでやっぱり、だからもうスポーツ業界と警察官とか自衛官、絶対分けておかなきゃ無理だと思いますよ。議員さんもそうですけども。だと思います。以上です。今回の話。だからね、内容はひどすぎるから、いわゆる裏金議員って呼ばれてる方たちも、それで、ね、もう国会、これも一般人の方向けに言っておきますけども、国会議員の人たちとかも万博招いたで叩かれてるんですよ。で、政党交付金とかを一部回したりとかして、訴えられてるのか何なのかわからないですけども、それでどうにかしてる方なん、どうにかしてる部分もあるみたいなんですよ。だからその、もう契約してしまったから云々だとか、だから今なんかインターネット記事とかで、今のコンパクト化されてる、その万博が開催された後、その周りにね、IR 複合施設で、まだカジノの方向性残ってます。なんか建設計画みたいなものが出てきてるんですよ。だから以前のインターネット記事を出してきてるのか、本気でやり始めようとしてるのか、昔のインターネット記事を出してきてるふりとか、もしくはそれだったとして、その方向性で今度無理やり進めようとしてるグループがいるのか、金稼ぎのために。だからその辺のところ、議員は議員、警察官は警察官、検察庁は検察庁、スポーツ業界の人間はもうスポーツ業界の人間。もうそこから建築業界とか議員とかにもう絶対なっちゃダメっていう形にしなかったら、これ無理ですよ。で、他にどこに働くところがあるねんっていう考え方になるかもしれませんけども、ほとんどの人間はそうなんですよ。その辺歩いてもらったらわかる通り、ほとんどの人は人材派遣会社だとか、その辺の飲食業界のところに大した売り上げがあるかどうかぐらい見たらわかるじゃないですか。で、それも国民からの税金。最低賃金の底上げのために最大600万円支給だとか、雇用助成金だとか、だから税金を投入してどうにかしてるだけで、で、いまだにやっぱり会社に、退職金に関しては会社による。厚生年金に関しても、やっぱり人材派遣会社の窓口の人間がたらい回しを行いたがるような、その習性っていうのが見受けられます。もう言い出したらきりないですから、もうちょっとこれぐらいにしておきますね。以上です。